私もちょっと気合を入れてきました。こんな息切れながら話すことある？熱い。皆さんこんばんは。 PR チャンネルアットラウンジティーチャーの広瀬です。皆さんいつも見てくださり本当にありがとうございます。今回はお家でもできるフィットネスをお教えしたいと思います。それでは早速いただいたコメントをちょっと読み上げていきたいと思います。ユーザーネームマスタードポップさん、広瀬さんはどういう男性の体型がタイプですか、というご質問をいただきました。ありがとうございます。これ結構普段お友達とかにも聞かれる質問なんですけど、そこまでこういう人がタイプっていうのは実際ないんですよね。ただやっぱ鍛えてる人が好きです。トレーニングしている方が好きで、まあ言うならばマイルドマッチョが好きです。程よく適度に筋肉がついているんだけどゴリゴリマッチョすぎないっていうのが私は個人的にすごく好きです、タイプです。あとは私自身がトレーニングをすごくするのが好きなので、一緒にトレーニングを楽しめるような男性が好きですね。カップルでね、共有するってすごく大事なことですよね。でですよ、 PR チャンネル見てくださっている方はまあいろいろなね体型の方がいらっしゃると思います。 PR オンラインに載っている方の中でも様々な体型の方がいらっしゃいますよね。ちょっと見ていきたいと思います。皆さんね、それぞれ個性が出ていますよ。まずはこの写真、これは猿渡さんですかね。もうね、ガタイがいいのが一目見てわかりますよね。やっぱ白いジャケット似合いますよね。結構ガッチリされてる方は。猿渡さんが今着てるのはシングルのこのジャケットなんですけど、肩幅とかもあるし、胸板もまあ多分ありそうな、ちょっと変態チックになっちゃうんですけど、すごく厚そうなので、全体的にこうペールトーンとか、まあホワイトでまとめているので、すごくなんか紳士的というか、かっこよく見えますよね。一緒になんかレストランとかディナーに出かけたいななんて思ったりします。小物もねおしゃれですね。ちょっと淡めのキャメルで、すごいこのペールトーンのカラーは女性でも真似できるようなカラーリングだと思います。ほんとガタイがいい。なんかスポーツしてらっしゃったのかな。じゃあ次に2枚目出ました藤平さんです。もう BR オンラインおなじみの藤平さんですね。私この写真パッて見た瞬間にすごい、誰これって思いました。まさか藤平さんとは思わず、もうスカーフも卒業されてすごくかっこいいなと思いました。サングラスもすごく似合ってて、藤平さんは朝のジャケットに割ときれいめなパンツで合わせていて、身長を感じさせないというか、どのぐらいの身長なんだろうってすごいわからないような印象ですよね。すごく爽やかだしいいと思います。こういうスタイリングって背の高い人でも低い人でもどちらでも似合うようなスタイリングなのかなと思います。例えば T シャツとジャージ素材のパンツとかだとどうしてもシンプルなので身長が低い高いが分かりやすいと思うんですよ。ただこういうジャケットとかパンツとかって着てたりするとそこまで目立たないのかなと思います。ちょっとなんか小粋ですね。どこ見てるんだろう。いつもはこうニヤッとしてカメラ目線なのに藤平さんすごいかっこいいです。続いては出ました、玉出さんって手足が細長いから大胆にこうやってショートパンツ履いてあげるのがすごくお似合いですよね。しかもブラックでまとめててすごくスタイリッシュでかっこいいですね。お話によると玉出さんは取れなくて悩んでるっていう風にお伺いしたんですけど、ものすごく羨ましいですね。私からしたら本当に羨ましいです。まあでも本当にこう足が細長い方はもう大胆に出してあげちゃった方がスタイルもよく見えるしかっこいいと思います。こうやって腕まくりしてるのもいいですよね。ちょっと小粋で。様々な体型の方がいらっしゃると思うんですけど、お腹が出てたりするとちょっとだらしないなっていう印象になってしまうので、今日はお家でもできるフィットネスをお教えしたいと思います。それでは実際に動いていきましょう。皆さんお待たせしました、準備はできましたでしょうか。私もちょっと気合を入れてきました。普段私はモデルの活動以外にもヨガのインストラクターの資格を持っているので時々教えたりもしています。今日はヨガの呼吸法とかストレッチをやっていきたいと思います。まずはあぐらをかいて座っていきます。もしあぐらが辛ければ角度少し前に出してあげてもいいと思います。男性は結構硬い方がいらっしゃるので角度は自分で決めていきましょう。座った姿勢の状態ができたらまずは背筋を伸ばしていきます。大きく息を吸って背筋を伸ばします。でこの時も口呼吸ではなくてなるべく鼻呼吸で行っていきます。吸う息吐く息同じ時間をかけて
鼻で呼吸を行っていきましょう。大きく息を吸い込んでいきましょう。それと同時に胸の前で合掌していきます。で、手を組んでいきましょう。息を大きく吸って、今度吐く息でその組んでる手をふーっと前に出していきます。できればお腹と組んでいる手がぐーっと離れていくような感覚で引き伸ばしていきます。吐き切ったら今度は手をフリップさせていきます。手を返して次の吸う息で天井方向に上げていきます。気持ちよく体が薄く細長くなることをイメージしてあげていきます。で、吸い切ったら一回、これを続けていきます。もう一度滑らかに自分の呼吸と合わせて、吸い気で胸の前に手を合わせて、吐く息で手を前に出します。で、背中も C カーブを作るようにこうクーッと丸めるとさらに効果があります。お腹を引っ込めながらスクープさせながらグーッと吐き出していきます。この時も鼻呼吸。吐き切ったらもう一度手を返して、次の吸い気でその手のひらを天井方向にしていきます。で、お尻がグーッて上がらない程度まで、お尻は地面をグーッと押し下げていくようなイメージです。で、吐く息でもう一回脱力。これをご自身の呼吸に合わせて行っていきます。吸って胸の前に手を合わせて、吐いてその手をグーッと前に出して、背中は C カーブ。吐き切ったら手を返して、次の吸い気で天井方向、上げた手の先を見つめてあげてもいいと思います。じゃあ今度は吸い切って吸い切って吸い切ったら、今度は吐く息でその手を斜めにして、そう、上体をちょっと斜めに倒していきます。体側を伸ばします。で、顔も天井方向を見つめていきます。結構パソコンとかでずっと座ってる作業が長いと背中とか脇とかも凝り固まっているので、こうやって伸ばしてあげるといいです。はい、じゃあ吸う息でセンターに戻って、今度は吐く息で反対方向、体を傾けていきます。天井は、視線は天井を見つめていきます。はい、じゃあ吸う息で元の位置に戻って、一回脱力しましょう。はあ、これだけでも結構体が温まると思いませんか、皆さん。私結構もうこの短時間だったんですけど、体が温まって顔までほてってきてます。で、これも簡単にできるんですけど、あともう一つおすすめなものがあります。ちょっとこれは道具が必要になってくるんですけど、このチューブです。このチューブは男女ともに本当におすすめなんですけど、前でこうやって伸ばせば腕に効くし、伸ばしてあげて肩甲骨同士を寄せながら下げるようなイメージで呼吸とともに下げていくと、背中の可動域が広がっていくのと、緊張を和らげてあげるのと、肩こりにも効くので、ものすごくおすすめです。男性の方も女性の方もパソコンずっと見てると打ち方になってる方多いですよね。多分ジャケットとか着てても打ち方の人って変なところにシワが寄ったりしませんか。そうするとちょっとかっこよく見えないので、基本的に姿勢は背筋を伸ばして肩を回し下げるようなイメージ、肩甲骨同士を寄せながら下げるようなイメージを基本の姿勢と覚えておくといいと思います。なのでこのチューブすごく使えます。こういう風な感じで伸ばしてトレーニングにも使えるし、背中にも使えます。これゴルフの前にやると本当に可動域が広くなって飛距離も伸びると思います。伸びたよっていう方いました。なのでこのチューブおすすめです。あとはプランクポーズがいいと思います。結構もうね、トレーニングをガシガシされている方はご存知の方も多いかもしれないんですけど、やっていきたいと思います。肩の真下に肘をセットしておきます。で、手のひらはもうこのままベタッと床につけてしまいましょう。膝を床から上げてこういう状態です。この状態、これ結構きついんですよ。で、お尻が上がりすぎないようにお尻は低く、そう、床と平行になるような意識を持ってやっていきます。もうすでに汗かいてます。で、この状態で1分間キープで、もっと余裕のある方はもうこれでも私喋りながらだときついんだけど、足を上げたりします。これを多分交互に5回ぐらい上げてやっていくと
いいと思います。こんな息切れながら話すことあるという感じで、体をほぐしてあげるっていうのは本当に1畳のスペースがあれば座りながらでもできるので、ぜひやってみるといいと思います。血の巡りも良くなって、頭の回転も良くなると思います。熱い皆さんいかがでしたでしょうか。どんな素敵なお洋服を着ても中身がちょっとだらしなかったり、あとはスタイルが決まってないまま出ちゃうとすごくもったいないので、ぜひ皆さんお家から出るときは鏡で身も心も整えてお出かけした方ができる男になれると思います。はい、エガちゃんみたいですねというわけで、また次回も見てくださいね。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら。